次は終点西日野です。お忘れ物のないようにお見ください。西日の止まりの八王子線がおいらの仕事まで、人の金を黙って頂戴するすりがおいらの仕事なんだ。窓から見える四日市南署の留置場や仲間が世話になってるが、おいらの腕は超一流だからパクられはしないよ。昔は湯の山線にも手を出したもんだが、あそこはさすがの旦那が多すぎる。客も客でなけなしのくせに大騒ぎをするんだから、この道に入っても20と5年、やばい時も幾度かあったけど、それはそれで幕たちが引っ越してこれまでやってきた。近頃は見たこともねえ若者がでかい面してやってきて、おっさんは技術なんて言うけれど金になれゃいいんじゃないかなんて。20と5年の間に昔の仲間はみんなちいちいバラバラさ。敵になったやつもいれば信じ、またやつもいれば。行くとこで果てるやら俺は誰も知らずに死ぬだろう。だけど仕事で命を懸ける西日の八王子線、西日の隣の八王子線がおいらの仕事場で、人の金を黙って頂戴する薬がおいらの仕事なんだ。人の金を黙って頂戴する薬がおいらの仕事なんだ。